はいえー、では時間が来ましたのでガイダンスを始めていきましょう。えー、と今日のタイトルがですね、えーともうえー、画面の方にも映っていますけれども、えー、夏の間にですね法律実務基礎科目を仕上げると、まあ、あの直接的なテーマとしまして、まあ、サンプルというか、ですね素材としては、口、えー、述試験、これの過去問とか、まあ、そういったものを使いつつですね、 実務基礎科目についいててて話をしていこうかと思っていま,すまあ特にあの実務基礎を、まあ、要件まあ民事でいけばですよあの要件事実とか、まあ、刑事の方でいきますと、まあ、それこそ捜査の手続きとかあるいはまあ後半の手続きとかですねまあ種々ありますがあのもちろんですね司法試験の科目でもまあ民訴刑訴はありますけども。 もうちょっと突っ込んだ実務的な問題というかですねそういったところを聞かれますのである意味これ予備試験独特の科目ですよねそうなってくると比較的多くの受験生がどうしてもこれ後手後手に回るので少なくともですね早め早めにやっておく必要があるわけですけどもそういった注意喚起それと じゃあ具体的にどういうことをやればいいのかというところをです、ねまあ、実際の過去問とかを参照しながら、まあ、60分間で見ていくというふうなコンセプトになりますじゃあ、えー、と早速なんですけども、えー、中身ですね入っていきましょうか、えー、とレジュメですね、まあ、今日は口、えー、述試験を、まあ、素材にしますと でまあ、実務基礎科目について話をしますので、まあ、まずはちょっと口述のです、ね、ちょっと話だけしておきます、えー、と皆さんご存知の通りです、ね、えお、ー、り予備試験、えー、卓越論文まで受かりますと、まあ、その次に来るものが、えー、口述試験ということになりますで、口述試験、まあ今年の日程ですね、えーまあ、10月27、まあ、約3か月後 まあ27 28の2日間ですで、えーとまあ、これは人によって違いますけれども1日が民事で,でもう1日が、えー、刑事とあのこれはですねどちらが、まあ、初日がですね初日のうちどちらが民事になるか刑事になるかはそれも受験生によってちょっと変わりますでまあちょっと少し余談ですけれどもえっ、ー、と今日 まあちょっと参照がてらですがこの教室で、えー、とこの口述試験を受ける方ってどのぐらいいますは、まあ、お一人二人あいたい半分ぐらいですかねじゃあちょっとまああれですねあのまあストリーミングとかあるいはまあ同時中継とかで聞いている方まあ大体半分ぐらいかと思いますのでちょっと話をしておきますとあのこの のですね、まあ、法務省が持っている、まあ、総合センターというところで、まあ、体育館とかです、ね、いろいろあるんですけども、まあ、言ってみれば研修施設ですね。まあ、ここにあの朝行って、まあ、夕方まで、まあ、順番的には昼で帰る人いますけどもで朝行くと結構つらいんですよねあの京葉線であの、まあ、大体の人はとことこ行きますけども。 あそこウラヤスのディズニーランドあるじゃないですか。でそうするとあの朝なんで朝イなんで電車乗るとですねだいたいその予備試験を受けるためのスーツを着てる受験生かそれかあのディズニーランドに行くあのカップルかですねあのだいたいどっちかしかいないんですよ。あの私は2日間あの軽油線にいましたけども行きましたけどもあの2日間ともそうでしたね。あの特にちょうどこの時期って なんかいろんなイベントあるじゃないですか。というわけであのペアルックで行くカップルとですねそれこそもう受験生しかいないんですよね。まあ、というわけでこう若干なんか集中力とか、まあ、満たしがちなんですけどもまあそこのところはもうあれですよねこう、まあ、集中するしかないんですよね。であと,、えー、とこのオレアス意外と偏僻なところありますんであの結構電車でも遠いです。 まあしたがってあの都内に住んでる方もですねあのちょっと1時間ぐらいかかりそうかって場合であればあのもう近くにホテルを取ったほうがいいです、まあ、最後の最後で、まあ、本当にもう9割受かる試験でですねあのなんか電車遅延でなんかダメージを受けるとかあのすごくもったいないですからでちなみにあの口述試験はですね電車が遅れようが何しようがあのもう定刻通り始まりますから あの本当、そこは注意をしてください。で、あとですね、えー、と試験科目ですけれども、まあ、これはもういいですね、えー、と2行目、えー、民事・刑事についての、えー、この法律実務基礎科目について行われます。まあ、具体的にはこの民事と刑事ですね。じゃあ、対策方法、えー、まあ、ちょっとこれをメインにこれから話をしていきますので、まあ、ただ、 対策方法です、ね、まあこう抽象的にといいますか話をしてもあんまり効果ありませんからまあ具体的に、えー、どういう問題が出て、まあ、特に口述でですねどういう問題が出てでその上でそれに対してどういうふうな対策をすればいいのかってところを、えー、実際の、えーまあ、私の体験談ですね、えー、これを元にしてちょっと話をしていきます。 えとじゃあ、えー、とこれですねちょっとめくってください2ページです、はいえー、いいですかね でこれ、えー、と平成26年にです、ね、実際、私があの口述試験を受けたときの,あの再現ですね、えー、と質問と、えー、それと答えと、あとその,時の、えー、ときの私の心の動きといいますか、内心ですね、えー、これ全部あの終わった直後にあの再現してますんで、まあ、ほぼほぼあの生きた記憶というか、まあ、完全なです、ね、あの再現になっているかと思います。 でまず述試験のの、ね、番怖いいいところっていうのはあの、持ち時間がないんですよねあの。論文試験ってなんかちょっと難しい問題とかあれこれどうだっけって問題出てもですねあのまあ5分10分考えて全然 OK なわけですよ。でさらにあの6本も見放題ですからね。まあ、それもあれば、まあ、多少ですねちょっと難しいと思っても、まあ、とりあえずもうあの条文から推論かけるとか。 あるいはちょっと五分十分ぐらいちょっと思い出すとかですね。まあ、ちょっと気分転換とか、まあ、割とリラックス。もできはしますけども。あの、口述試験はですね、もう目の前に。あの、主査副査いますんで。まあ、しかも六本見るときは。あの、六本見ていいですかっていう許可必要なんですよね。で、その上で、あ,あ、いいですよって言われれば、見てもオッケーですし。仮に。えー、その。質問内容が。こう六本じゃなくて。まあ。 知識を聞きたいというものであれば「いや6本を見ずに答えてください」ということになりましてで答えられなかったら、えー、その質問にツがついてしまうというふうなことになります。えー、というわけで結構ですねあの緊張状態に陥りやすすいですあの私も結構自信はあったんですけどもやっぱりものすごい緊張しましたね。まあ、なのであのそれは当たり前だと思って。 で分かんない時はですねあのもう主査とか副査が、まあ、ちょっとこれもまた後で話をしますけども意外とですねあの誘導とかしてくれますんででもうそれに乗っかることをですね大体あの例年あの、まあ、私の友人とかでも落ちた人いますけどもあと受験生ですねあの指導とかしていていますけども大体ですね落ちるパターンって もちろんこれだけじゃないんですけどもあの主査とか福さんはあんまりしゃべりませんけど主査があのせっかくこの誘導して「じゃああなたが言いたいことはこういうことだよね」ってわざわざ言ってくれてるのにそれをですね「いやいやもう違いまして」とかあるいは何かこうもうちょっとなんかその。 主催の、まあ、要するにこうだよねっていうのに対して「いや正しくはこうです」みたいなですねなんか変にこういい点狙って補足説明しようとしたりとかあの結構そういうので自爆すするる人いるんですよねで基本あの口述試験はあのかもなく不可もなくまあポロポロミスるけども、まあ、一応ギリ感じなところは抑えられてるっていう評価を受ければあのそれ受かるので。 まあなのであの完璧を目指さずにあのとにかくです、ね、もうこういうことでしょって言われたらはい、そうですというふうに言ってもあとはサクサク進むと。で特にあの時間制限ありますので、えー、と上の方にも書いてますけどもだいたい1人ですね、まあ、25分ぐらい、えー、これがあの所要時間といいますかあの規定の時間です。でこの時間内にあの 予定されてる質問を全部終わらせるっていうのが、あの,主査の、まあ、予定と言いますかで。もし仮にですね、なんか変にこう受験生がこう食い下がって、質疑応答が長引いたとしますと、例えばですね、予定されてるものが10問あったら、えー、その10問のうち、例えば7問しか消化できないと、3問は消化できなかったと。したら、この聞けなかった3問については、これは0点になっちゃうんですよ。 なのであの、とにかくもう、あの早めに、あんまりこう長引かせないと。まあ、もちろん、主査がどういうこと、どういうことって聞いてきたら、それは答えをしますけれども、自分の方からですね、なんかこう、長引かせるようなことは一切やらないというふうにしてください。あちょっとメモっておきましょうか。えー、とにかくですねあの、制限時間ありますんで、 あ,のあんまりです、ね、こう食い下がらないと、えー。これを意識してください。ただ、あの私はもう制限時間とだけ書いておきますけども、まあ、言いたいことは制限時間を意識して、えー、なんか変にです、ね、話しすぎない。で、そのためには、えー、一問一答になるように心がけてください。あの、交通試験は一問一答ですあの。しゃべればいいってもんじゃないです。 あ,のあくまで聞かれたことに答えるだけです、機械的に。あの論文試験でもです、ねあの、党に答えるっていいますけれども、もっとこれ、極端でいいですあの。党に答える姿勢を機械的に。で私はもうこれですね、えー、と徹底して。 そうすると、ある程度なんかこう、気持ちも落ち着くんですよね。なんか、あのポン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 話が進んでいくんで、なんかこう、自分がさもなんかうまく会話できる気になるんですよ。で、人間ってやっぱりどうしても、会話するときって、そのときのテンションというか、こう心理状態というか、それでうまく話ができたり、話せなかったりするわけですよね。じゃあちょっとこれ、えっ、ー、と、刑事の方で、えっ、ー、と、具体例です。ちょっと見ていきます。えっ、ー、と、まずですね、 えー、当日朝、まあ、集合しまして、まあ、体育館みたいなところをこう並べられてですねで半分けといいますかあの整理番号というか渡されますよねでそれ持って、えー、各自、えー、ばらけてでそれでまあ自分の担当するこう小部屋というかですね、えー、その試験管のところにも入っていくわけですけども時間通りで入っていったら、えー、主査とがいますで、えー、しゃべるのは基本的に主査だけです で、始めますと。で、えっ、ー、と、割とですね、あの、主査はもう、あの、ペーパー見ながら、もう本当に事務的にというかですね、話をします。で、まあ、中身としては、えー、これから事例をお話ししますのでよく聞いてくださいと。で、A は X から、インカの通常を預かるとともに、えー、銀行から預金を引き出す権限も与えられたと。えー、ところがですね、A は、まあ、預かった A はですね、 えー、自ら飛償する目的で、まあ、銀行から金を引き出した。まあテンプレなもう横領罪ですけども、まあ、これについてですね、えー、質問は A に何罪が成立しますかじゃなくて何か犯罪成立するのって聞かれるんでまあ聞かれたことに機械的に答える一問一答であるならば はい成立をしますということになりますでそうすると相手がこう答え、えー、聞いてくるんですよねじゃあそれ何罪ですかとでそれに対してああ横領罪ですと、まあ、まずここは一番あの基本ですで、えー、こういったまず基本になる質問からスタートしましてでそこから、えー、少しずつ少しずつ、えー、バリエーションが 出てきますで大体ですね例年あの実務系の科目、まあ、これ民事でも刑事でも同じなんですけどもものすごく基本的な問題を出しますね。でまた、えー、別のものすごく基本的な問題を出しますね。でぱっと見基本的なものと基本的なものがぶつかってるように見えることもあるんですよね。でそれについて2つ基本を2つ組み合わせるとちょっと難しくなると。 で、そこについて、じゃあ、これどういうことって聞いたりするパターン。あの、結構あります。えー、この26年度もその典型例ですね。じゃあちょっと次まで見ていきます。まあ、横領罪については分かりましたと。で、次。えー、B が X の自宅から、通常の印鑑を盗んで、えー、それを使って銀行窓口に行って預金出しましたと。えー、この時何か犯罪成立しますかですけども、えー、当然これは成立しますよね。 で今回、銀行の窓口に行って、預金出してますんで、まあ、当然、窓口の担当者としてはですね、あの、真実を知ったならば、えー、その預金引き出しなんかに応じませんので、えー、だからこれは、疑問行為があって、まあ、処分させてということで、まあ、詐欺罪です。でもちろんこれ、あれですよ、何罪成立しますかですから、詐欺罪ですって答えるわけです。 あの理由は聞か,ないあの聞かれてませんので理由は答えないです。今言ったみたいにですね、真実をしたならばとかですね、あのこれ言う人いますけども、これだめですあの。長引きますんで、あの再現とか見てても、この年度のですね、大体、あのこれ、理由まで言おうとしたら、あいや、もう理由はいいからみたいな感じで途中で止められてますね。でそしたらですね、 えー、今の2つの簡単な質問が交わるとこうなりますね。えー、同じ預金の引き出しなのに、さっきの A には横領罪、えー、B には詐欺罪、えー。なんかおかしくないかと。で、そしたらこれ典型論点出てきますね。専、え、有、ー、の有無と。で、さらにこれ食い下がってきます。えー、でも A も B も両方とも通帳とハンコ持ってるよねとで。ただし当然のことながら、 えこれ引き出す権限があるかないかまあ言ってみればここですねえと私の答えですけども法律上の占有まあこれがあるけども B の方にはそんなもんないとでそしたら今度ですねまあ専門用語を出しますとえこのじゃあこの法律上の占有っていうふうな専門用語について もうちょっと詳しく説明してほしいというふうな問いが出てきます。まあ、というわけで、えー、と基本的にまあ口述試験で聞かれるものは、えー、言葉の定義、えー、これ100%聞かれます。あとは基本概念、まあ、あの今回のこれ今入り口の部分ですけども実態法上の構成要件これ聞かれてますよねこれ構成要件分かんないと横領とか詐欺とか答えにならないので。 まず要件事実。まあちょっと今日は時間の関係もあるんで、民事まで見れるか、あの具体的なサンプルまで見れるか分かりませんけれども、あの民事でもですね、まあ事例が与えられて、でこの場合、どういう請求できますかと。当然、どういう請求するかについては、要件事実を当てはめて、でそれで、 えー、この請求なら成り立つとかですねそれが分かってないと言えませんから、まあ、というわけで民事では要件事実刑事ではあの構成要件、まあ、その実態法まず必要ですあと意外とですね毎年毎年ちょっと込み入った最新判例といいますかあのちょっとまだあれですね評価が固まりきれてない最新判例とかってありますよね あれ結構ですね、あの、出てきます。普通ですね、なんか論文とか、まあ、卓越はもちろんなんですけども、あの、評価基準というか、まあ、採点基準というか、えー、それをちゃんと固めるために、ある程度この評価固まらないと、判例とか素材にしない、まあ、不分率みたいなものあるじゃないですか。口実はそれがないですね。というわけで、あの、あれです。 重えー、ちょっとこれ最新の10とかもあの見といた方がいいです。卓越だったらですよ、卓越だったらあの、その年の2年度前ぐらいまでの10だけざっと見とけば、ですね、まあ、それがもう最新判例になりますけども、口実の,の場合は本当もうその年とかですね、あの1年前とか、でもこれ平気で出ますんで、えー、これに要注意です。まあ、ちょっとこれ見ときますと、えー、とちょっとここですね。 えー、C は誤って自分の口座に振り込まれた預金を誤りだと分かって、えー、銀行の窓口で自分の口座から引き出したと、えー、この場合 C に何罪が成立しますかとでこれについては、えー、答えとしてはも,うもちろん詐欺ですよねでところでとここからが、えー、そのめんどくさいところです民法の判例でご振り込みの場合でも 預金名義人と銀行の間に預金債権が正当に損することになるのは知ってますかと、えー、これ判例ありますよねでえっ、ー、とこの時私ですね頭の中から完全に抜けちゃってましてあまりの緊張でですねそんなんあったっけと思ったんですよねですけどもあのこれもさっき言いましたがあのこういうの知ってるよねって言われたら知らなくても「はい知ってます」というふうにもう答えるしかないんです 試験なんでもちろん内心としてはここですよ内心としては何か自信ないとで、えー、この辺です一応、えー、そうすると詐欺罪成立するとなると専用どっちかとえー、ちょっと分かんないけどもとりあえずまあ銀行でしょうね詐欺,罪詐欺罪が成立するってことはそれ相手の持ってる財物を奪い取ることになりますんで、まあ、処分行為させるんで専用は当然必要ですよね えー、そしたらこれ預金債権は C に帰属してるんじゃないのと。えー、なんか銀行が債権持ってんのって話になりますんでな、なんか変な話になるわけです。で、えー、確かに民法上はそうだけども、刑法的な評価は違います。と。答えてますけども、えー、もうこんなんもうあれですよね。もうわからずにもう適当に答えちゃってるんで、だんだんもうしどろもどろになるわけです。で、もうちょっと詳しく説明してくれと。 でまあ、一応なんとかギリギリまあ答えてはいますけどもまあこの辺ですねあの文字にするとあのだいぶこうなんかギリなんとかなってそうに見えますけども当時あれですよもうあのだいぶ汗かきながらうんなんとかみたいな感じでぐだ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 ずっとしゃべってましたねただ、えー、と大体まあみんなこんなもんなんで、えー、とこれでもですねあの普通に点数来てましたまあもちろん 一応義理基本問題ができているのでまあよかったと思うんですけどもあまた後でうち、えー、の方にです、ね、えっ、ー、と民事の方のあの再現も乗っかってますけども、えー、とこれで答えて、えー、121点口、えー、述試験ですねまあかもなく不可もなくっていうので、えー、と60点なんですよ要するにプラマイズルで60点あ一1科目ですよ1科目。 であこいつよくできてるねっていうので61点こいつなんかミスったなっていうので59点大体これにも9割方収まりますで121ってことは私はこれ61と60取ってるわけですよねというわけでまあ大体これぐらい途中グダグダなところがあってもまあ割といい評価来たりとかしますから あの意外とあの要求水準ってそんな高くないなと思ってください、ハードル低いです。なので、一番怖いのは、本来、ハードル低くて、あ,あとあすみません、えーと、ちょっと前後しますけども、あの合格の最低基準点は、えー、119点ですあ。例年ですね。というわけで、あの1科目、あこいつなんか失敗したなっていうのと、もう1科目、普通っていうので受かるんですよ。 まあだからもう9割以上の人間を受かるんですけども。というわけであの意外とハードル低いんですよね。なのでよくこういい点取ろうとかよく見せようってするしてで逆にそれで、えー、積極ミスをして失敗するってパターンがすごく目立ちますよね落ちるパターンではあの。さっきもちょっと言いましたけども喋りすぎで。そうじゃなくてもう聞かれたことに淡々と答えてあとはポロポロミスって。 大体それで60点ぐらいです。で、たまにいいことを言えば、えー、61点。なので、まあ,あの、その辺ちょっと意識して、まあ、こんなもんかと思っておいてください。で、えっ、ー、と、ここがまでが、えー、と実体法の話ですね。で、えー、これ実務基礎のそうですけども、まあ、口述試験でも同じで、えー、こっから先が、えー の手続きです、えー、と事例がです、ね、またこの刑訴に移りまして、まあ、さっきの B に対して、えー、司法警察員が捜索者総裁令状の発報を受けて、でこの令状の対象物が本件に関連する証拠、その他印鑑、預金通帳、キャッシュカードとの記載があったと。でこの令状を持って B 宅に行ったところ、 B はほかにも同じようなことをやっていたみたいで他人名義の通帳印鑑がたくさん出てきたでこれを差し押さえることはできますかとで口臭、えー、の怖いところはですねあの平気で先ほどの B はとかですねあのこっちが覚えてることを前提にじゃあさっきの B さんはとかさっきの A さんはとか結構ポンポン出てくるんですよで ここはですねあの間違えちゃう人物関係取り違えちゃうとあのとんでもなくなりますんであのここはですねもし人物関係忘れてたらならばえー B さんどんな人でしたっけみたいな感じのことはえと聞いてそれは構わないですしかもこれあの質問長いですよねあのペーパーでくれれば割とこれ一瞬でサクッと答えられるじゃないですかですけど 口でで言われてですね時短をはいどうなのって言われてもなんかえー、っとってなるんですよ。というわけであの直前にずっと勉強して詰め込む人いますけどもあんな意味ないですからあのもう極力早めに寝た方がいいです前日はですね体調整えてまあ11時ぐらいにもう布団入ってひたすら目を,目をつぶっておくと寝れなくてもいいんで。 あと、携帯見ないと切っとくと。で、あと、あの直前にまあ、皆さん、集中力を高める方法、まあ、何かしらし、まあ、もう、備ってますよね。まあ、私とかだったら、あの直前にですね、もうなんか、ちょっとチョコレート食べて血糖値上げるとか、まあ、いろいろやりますけども、あと日光を浴びるとかですね、朝、できる限り。で、体内時計リセットするとか。まあ、皆さん、それなりに、一個一個、皆さん、なんか持ってると思います。あのそれは必ずやってください。 でちょっとまあ問題に話を戻しまして、で、令、えー、状ですね、あくまでも本件に関する証拠類、えー、これが令状記載物件です。というわけで、えー、他にですね、なんか他人名義の通帳とか犯行、えー、これが出てきたとしても、えー、これは当然できるわけないですよね。まあ、なんでかというと、まあ、ありますけど、なぜですかって聞かれますけど。 これは令状に記載されてないものと。で、えー、とまあ通帳印鑑、えー、これですね、まあ、いっぱいあるかもしれませんけどもあくまでも本件、まあ、要するに B がですね、えー、通帳を盗んだと、えー、それとは全く違うわけですからねでこれについて、えー、となんで令状に記載がないものは差し押さえられないのとこれ困りましたよね あの我々の中で令状に記載がないものについてはあの差し押さえられないでしょってはそれは当たり前じゃないですかもう常識になっちゃってるんでそんな理由なんかこう一生懸命考えたことってはるか昔ぐらいですよねでまあただあれですよね口述試験ってもうなんか変な店長になっちゃってるんで意外と思い出すんですよえっ、ー、と捜査員が恣意的な差し押さえすることで、えー、過剰に被疑者のですね、まあ、権利を害するからとか。 まあもちろん内心はあれですよなん。内心としては何でって言われても令状に記載ないさものを差し押さえられないのは、それは当たり前でしょっていうのはずっと思ってるんですけども、まあ一応教科書に載ってるようなことをですね。で、ここから結構また、あの、経営その突っ込みが入ります。えー、じゃあその通帳とか、明らかに盗まれたものっぽいけども、手出しできねえのかと。まあ当然それおかしいんで、 えー、この場合は任意提出を求めてあのちゃんとですね、えー、領事すべきだと。で、さらに突っ込みます。教科書ではここまでですよね。任意の提出を求めましょうみたいな。で、聞くけどもっと。普通こういう場合認定、任意提出は断られると。じゃあ、そしたらどうするのかと。で、そしたらもうこれ、あれですよね、原則論としましては、もう一回例状を取り直すしかないですよね。 ただ、令状を取っている時間がなければ、どうしてもその場で差し押さえる場合であれば、犯罪の背景事情として関連性が認められるということで、まあ、要するに、B が他にもこんな説窃盗しているとか、ということを証明する証拠として関連性を認め差し押さえると今度にだいぶしどろもどろです、ねう、でも。そしたらですね、えー、なんか、ぐだ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 やってましたら、あの主査がですね、じゃあこれ、上場に使う資料ね。 ううに助けてくれたんですよ、まあ、そしたらもう「はいそうです」ということでそれはおしまいです内心としては、えー、ここですよね「本当は知らないけどもとりあえず「はい」と言うとでちなみにえっ、ー、とここ後からこう他の受験生と話を聞くとこれ引っ掛け問題だったみたいですねあの教科書ですとなんか 例状に記載がない、やばいものが出てきたら、3つあったわけですよね。任意領地を求あ任意の提出を求めて領地する。それと、例状を取り直す。あと、最後は、あの、現行犯逮捕して、で、逮捕に伴う捜査か詳細で、そのものをもう、あの、抑えちゃうと。っていうのは、教科書3つ載ってます。じゃあ、今回この3つ目。あの、現行犯逮捕して、 でそれで捜査に伴うあ逮捕に伴うこの詐称さえいけるのかっていうとあの教科書とかですとあのもうほぼ9割9分これ覚醒剤の事例でやってますんで,で覚醒剤持ってたらそれもそのこと自体がもうあの逮捕の要件になりますからあ要件と言いますもう逮捕で,できて OK ーな当然 OK ですからやりますけども今回って他人名義の通帳を持ってるだけですよね。 他人名義の通帳を持ってることそれ自体は犯罪じゃないじゃないですか。だって別にあの皆さんが友達からちょっと預かるとかですね。あるいはなんか親が持っている通帳まなんか自分が持っているとかなん何でもありなんで通帳それ自体は金製品じゃありませんから持っていること自体は何でもないんですよ。他人名義だろうなんだろうが。というわけで減退、えー、して現行犯逮捕して。 で逮捕に伴う捜索差し押さえっていうのはこれ取れないんですよね。なので、えー、そこをつい事案無視していっちゃうとツッコミが入りまして、えー、通帳を持ってたら逮捕されちゃうのみたいなっていうところであのこの問題がだいぶなんか変な方向に向かっちゃうと。えー、この辺いいですかね でまた、えー、どん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 話が進んでいきまして、えー、また典型論点ですね、ここも、えー、ちょっと私、ここですね、えー、と流れちょっと見ますけども部屋の中にいる B とは別人の F がやってきて置いてある書類を自分のもんだと言って着衣の中に入れてしまったと、えー、この場合、この着衣の中は、えー、捜索することできるのかとここですね、つい余計なこと言っちゃったんですよね えーとここです。原則はできないいとと思いますとあのこれ答え変ですよねどう考えても。あくまでもこの事例突然別人がやってきて、えー、そこにある書類自分のところに持ってってであのこれ俺のもんだって着衣の中にこう入れちゃったわけですよね。あくまでもこの事案この具体的な事案についてできるのかできないのかと。 なので答えとしてはいや今回の事案ならできますよっていうのかいや今回の事案ならできませんよっていうのかどっちかしかないわけですよ。そこが、えー、原則できないとかですねこれ答え変ですよね。というわけでここからちょっと、えー、主査がですねなんかうまいが誘導してくれてます。えー、理由はと、えー、理由聞かれたら計測、えー、法は人と物を明確に区別しているので例上に記載がある物には効果を及ぶけども 人に対しては及ばないとまあだから、えー、その置いてあるものですね、えー、それを誰か別の人間が持っちゃったら、えー、その人に対しては及ばないと。当然そうしたらこれじゃあ例外は何なのと聞かれますよね。で例外は何なのと聞かれて、えー、ものに対して及んでいるのは確かなのでそのものを隠匿したところを目撃、えー、それと高度の蓋然それと高度の蓋然性があれば のの効果として進の創作もできるとでそこでようやく巡り巡ってじゃあ本件ではどうなのと、えー、F による隠蔽を目撃しているので霊女の効果としてできますとここでようやくですね、えー、きれいにまとまるとというわけで、ね、意外とですねこのあのんでしょうね逃げられないといいますか論文とかだったらですよ なんか原則としてはこうだとかですねいうのでなんかちょっと逃げたりできますけども若干ぼやかしてあの口述試験ですと原則こうだとか言って逃げようとしてもあの普通に追っかけられますんであのこんなふうに、ね、理由はとかじゃあ本件はどうなのとかですねあの結構ネチネチネチでぐーっと突っ込んできますまあというわけであんまりうかすなことは言えないですねあのボカなのであれです、えー、と鉄則としましてなんかこう ぼかすすような質問ですね抽象的な答えですね抽象的な答えー、これはご法度ですあの相手が突っ込まれますんでどっちみち。まあ要するにもうイエスかノーかしかないみたいなもう白が黒かみたいなあのそんな世界ですね はい、えー。じゃあ、あと次ですね。じゃあ、まあ、今の質問はこれで終わって、じゃあ今度はと、えー。全く関係ない F の管理することが明らかな金庫。えー、これが B の屋に置いてあったと、えー。この場合に金庫の中身をですね、令状で捜索することができるのかと。で、これも、条件設定が全く関係ない F の管理することが明らかであると。もうこんなふうな条件設定してくれてますよね。 であの当然、まあ、答えとしてはこれできませんとなりますけどもあのやっちゃいけない答えとしては、えー、F の管理することが明らかな金庫であるならばとかですねもしも仮にとか,なんか変にこうなんか相手がせっかく付け加えた条件をです、ね、なんかこう否定するようなことそれ言っちゃうとアウトです条件言われたらそれに乗っかるしかもうないですよね。で、まあ、当然できないと。 で理由としては、令、え、状、ー、の効果は B の管理する物件についてのみ及ぶと。まあ、だから、えー、管理対象外のもの、えー、これを及ぶはずがないんです。というわけで、ここですね、えー、じゃあ今度はその金庫を B が管理していたらと。これはもう当然ですね、令状の対象者、えーまあ、対象物になりますんで、えー、金庫の中にも問題なく及ぶと。 でここです。す。予備試験条文とかあの聞か聞れますよく使うやつについては。えーまあ、これはもう典型例ですけどね。じゃあ金庫に鍵かかって開けられない場合どうすんのと、えー。この場合は必要な処分として解除することができる。で何畳と、えー。まあ多分111条だったけども一応まあ6本見てもいいですかって言ったら、えー、もういいよみたいな。 なんかですねこれいまだにもう,なんかもう4年ぐらい経ってますけども5年ぐらいか45年経ってますけどもいまだに謎で、えー、何条って聞かれて、えー、っと確か111条だったと思うんですけれどもって、まあ、当然、こっち受験生で向こうはあの試験官なんでこっちまあ柔らかくというかへりくだるというかあのすごい丁寧にこう答えるわけですけどもなぜかここで不機嫌になるんですよね出産が。 いやあたりつすか,もうかも、もう111だかもう見なくていいよみたいな感じですね、突然切れるんですよ。なんかこれはいまだ謎ですね。じゃあ次です。えっ、ー、と、今度は鍵のかかっていない B 所有の車が駐車場に止まっていたと。で、令状で捜査することは可能かと。まあ、こんなふうにですね、どん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 、あの、まあ、刑事の、まあ、今回は、あの捜索、査証さん手続きなんですけどね。 そこについてどん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 こう突っ込みがきます。というわけで意外とですねあの一般的なこの刑事訴訟法の、まあ、論文の勉強よりもちょっと突っ込んだ現場ではどうかとかですねあのもうちょっと一段階突っ込んだ質問が結構きますよね。なのであの割とですね よくまあんでしょうね使う典型論点というかそういうところについては少し普通使っているまあリークエとか一般的な教科書ありますけどもそこにワンクッションもう少しですねまあ具体的にはあれですねあのいろんなあの実務科目系のまあ本とかもありますしあと実はレックなんかでも私もですねやってますし もう手っ取り早くインプット講あとまあわかりにくければですね、まあ、分かりにくいといいますかあの講座を取れば一応分かりますけども独学でやろうとして分かりにくい場合であればあの操作法のテキストとか結構いろんな学者の書いたというか元実務官が,が書いたあの専門書みたいなのもありますんであの意外とそういうのはいいんですね。 まあどうしてもちょっと時間が限られますからねなかなかちょっと難しいところもありますけどもまあ時間の許す限りあり工事対策はやってくださいでえっ、ー、とあと意外と皆さんえっ、ー、と抜けがちなのがあちょっとまああとは少し若干すっとばしますけどもえっ、ー、と5ページのこのこの辺りですね下の方後半部分 あの放送倫理意外とこれ抜けやすすいで,すで放送倫理はあの論文の科目でもまあやったと思いますけども意外と突っ込まれるんですよね。というわけでここもあの職務基本規定をあの見るぐらいはしといてください。 はいえー、よろしいですかねじゃあ、えー、ちょっと残った時間、えー、と民事の方も少し見ておきましょう、えー、と7ページですで、えー、と民事の場合はですね、えー、とここにちょっと乗っかってますけども あの部屋入りますと机が置いてあってその机の上に六方とあと事例のパネル、えー、これがですねあの置いてありますで、まあ、このパネルをめくってでこれあの、まあ、人物関係だけ書いてありますんで,でそうすると所作が、えー、これについてですね事案の,の説明しますから。 えー、それに乗っかって、えー、ずっとこれあの答えていくことになると、はいえー、じゃあちょっと見ておきましょうか事、えー、案の説明しますと、えー、A が B に修理のため預けておいた壺をですね、えー、なぜか えー、B がですね勝手に C に売ってしまってで現在、えー、C が占有しているとまあ要するに預けた壺を勝手に B が売り払ったわけですねで、えー、じゃああなたが A の、えー、代理人だとして C に対して、まあ、どういうふうな訴訟を提起しますかとえっ、ー、とこの時恐らく緊張してましたね私で、えー、とまずですねこれ 壺を勝手に取られちゃったんだから当然ここですね A と C の間には契約関係ないので所有権に基づいてまあ引課請求をしますとまあ当然これ答えますで、えー、主査がですね、えー、それだけですかと保管なんかないのかとで 当然これそれだけって言われてもですね私のなん,かなんかもうその時の頭としてはと壺を取り返したいんだからあの所有権に基づいてそれあの引き渡しの訴訟、まあ、するだけでしょってずっと思ってるんでそうすると、えー、答えとしてはここですね、えー、C が訴訟継続中に壺処分するとあの強制執行があのできなくなっちゃうんでまあ一応そこをですね。あの まあ保全とかは一応まあ申し立てはまあするけどもっていうでただまあ一応これ申し立てなんで今売ったような話でしょって言われるんですよねでますますもうこれ分かんなくなるわけですよでここで、えー、とこれ沈黙しちゃったんですよねもう何が何だか全く分かんなくなっちゃってでそこでようやく主査がですね 壺が回収できなくなどうするのとこれ逆になんかあれですよねこれ誘導がおかしいんじゃねえかと思うんですけども誘導とうかまあ、当初の質問ですね普通ですよ自分の持ってるツボが、えー、誰か別のとこ行っちゃいましたとどういう訴訟をするって言われたらいやそれは取り返しますよってなるじゃないですかその時にあの先,先回りしていやお金を損害賠償とかですね言う人普通いないですよね だかいまだにこれ納得いってないんですよ私としてはあのこの時点訴訟どういうふうな訴訟を提起しますか、えー、所有権に基づく引き渡し請求ですとじゃあもし仮にこれこの引き渡し請求できなかったらあなたどうするって言われたらそしたらこっちだっていや代償請求しますよって形になりますけども他にはっていうその時系列を無視して言われてもですねちょっとだい,だいぶこう納得はしかねるんですけどまあしょうがないですよね もう終わったことなんでまあというわけで皆さんもですね結構これあの主査によってあのだいぶこうなんか個体差っていうかあ,のありますまあただ一応の基準はありますけどねまあ人間のやってることなんでまあどうしてもそこはしょうがないんですで「つ、え、ぼ、ー、が回収できなかったらどうすんの?と」と、えー「代わりに金銭を代償請求だと」と もうこの時点で結構時間食っちゃってたんですよで時間食ってるってことはいやこれやばいなっていうのでもう私の中のパニックになってるんですね頭の中が。もう何が何がか分かんないで、えー、じゃあ大正請求の訴訟物はって言われてまあそしたら普通はもうこれあの損害賠償でしょって話になるんでサクッと答えられるんでしょうけどももうパニックになってますからね、えー、不当利得としてのとかもう謎のことを言い始めて。 で不当利得みたいな。で EF 法行為に基づく損害賠償請求ですみたいな。ちなみにここですね文字にするとこんなふうになってますけどもここまでで結構時間食ってます。でさらにえー、っとですね主査の方がまあこれ聞き方がまずかったかなって多分気付いてくれたみたいでここのところですごい誘導してくれたんですよ。 あの私が、えー、と不当利得に基づくとか言い始めてここであの不当利得っていうことになってますけどもその後にですねあの主査が言ったことは「えー、これ不当利得うん他にないかな例えば不法?」とか言うんですよね <laughs> もう答え言っちゃってるじゃないですかそれってでそしたらもう「ああそうです不法行為に基づく損害賠償請求です」みたいなもう二文字最初言われたらですねもうこれしかないですよね というわけで、あの意外とですね、あの、誘導って、ね、あの、普通にやってくれますんで、まあ、分かんなかったらもうそこをですね、あの、乗っかると。で、まあ、具体的には、えー、まあ、所有権侵害でしょ、みたいな、いうことになります。あとは、えっ、ー、と、こっから先ですね。まあ、あとはもう普通に民訴でやってるような、まあ、併合形態とか、 えー、そういったテンプレートの質問が、まあ、ちらほらありまして。であとは、絶対聞かれることはここです。えっ、ー、と、う2個飛ばしましたここですね。今、指で指してますけども。えー、所有権に基づく壺の返還請求、要件事実は何なのと。えー、これは絶対聞かれますね。なので、あの、 勉強内容としましては今後の勉強内容としましてはもうあの別に30個を使おうがあのそれこそあのお確実裁判官のマニュアル使おうが何でもいいんですけどもあのとにかく要件事実、えー、ここは絶対押さえてください絶対聞かれますでまあ今回はあですねあの所有権に基づくあの物の返還を求めるわけですから、えー、原告所有被告占有と。 あと意外と細かいなと思ったのが、えーとまあ、今回は A があの持ってた壺が、まあ、C のとこに行きましたって言われちゃったんでなんかちょっと時間軸がちょっとわ私の中で、えー、と A が持っていた壺が C に移ってるということでここですね A が壺を所有していたことと、えー、現在壺を占有していることと。 なんかついポロッと言っちゃったんですけども、まあ、当然ですね要件事実としては原告所有被告占有ですから A が都合を所有していることそれと都合、えー、を占有していることですよね現在形です両方とも正しくはなので案の定、えー、これ主査が突っ込んでると所有していたってですね突っ込んでます、えーまあ、こういうふうに意外とですねあの細かい言葉尻ですね えー、まあ突っ込まれますね意味が変わるとまあなので、まあ、言い間違えしたらなんかすぐ突っ込み入りますんであ違いますやあのこういうことですみたいなこういう意味ですみたいないうふうにあの答えることは必要です、はいえー、であとですねまあ,あのちらほらまたあの質問続きまして、えー、保全とか えー、これも絶対やっておいてくださいあの。毎年毎年絶対出ます。あの仮処分とかですね、あのそのあたりは、仮差詳細だなんだとか。ここが意外とやっぱり受験生手薄ですね。あの大体は、まあ、収集で初めて勉強するって方がほとんどなので、まあ、しょうがないところもありますけども、あの予備試験ではこれ出ます。であの しかもこれ、口述試験の場で、えー、持ち時間0で聞かれますから、ある程度ちゃんと身についてないと答えられないですよね。まあ、ここは、あのまあ、本見ればすぐ、あの、見つけられますから、こういう時にこれをやるってさえ分かればいいです。あの、細かい論点はどうでもいいです。あの、そこまでは聞かれませんから。 はいえー、あとですね、ちょっと重要事項を、えー、伝えておきますけれども、えーと、9ページのちょっと上ぐらいですね、上から4つ目、えー、とこの辺のやり取り、ちょっとまあ,あの後で見といてほしいんですけれども、ここですね、私、えー、すいませんと。 人物関係誤解してました A が B に大物弁済したことについて所有権喪失の公明を主張しますと要するにこれあの前の方ちょっとあの見ると分かりますけどもあの私ここですねちょっと人物関係間違ってずっと答えあのなんか考えちゃってるんですよね。でそれでちょっと沈黙長くなったりとかあの答えるまで時間食ったりとかしてたんですけどもあの。 こういうふうに1回ぐらいですねでかいミスやらかしたとしましてもあの60点にとままりますよね、まあ、私あのトータルの点数が121点ってことはどっちかが61点でどっちかが60点なわけじゃないですか。というわけでまあ仮にですよ仮に民事の方60点だとしましてでそうするとですね人物関係取り違えたりとかそもそも入り口のところの、えー、この訴訟類型出てこないとか、えー、結構 ぐだぐだな状態に陥ったとしても一応最低限ですね誘導に乗っかって、えー、最後の方まで答えが出れば60点くるんですよ。っていうぐらいあのハードルは低いですからまあ皆さんもですねあのそこを分かった上であの話しすぎないってことと、まあ、あの主査の言うことに端的に答えると誘導に乗っかるということを意識していく方がいいです。 あとは細か,い細かいことはどうせ覚えられないですから今からの口述権までの時間とかもですねあの可能な限り典型論点を、えー、深く法律下上げることとあとは条文ですねだい体刑訴も民訴でも条文に大岸の手続きが書いてありますから あとさっきもちょっと言いましたけども、要件事実ですね。本当によく聞かれますね。えっ、ー、と、下から4つ目、同じページ。えぇ、ー、即時取得で、Q が主張するべき要件事実を言ってくださいで、ちなみにこれなんですけれども、あの、物を買った方が、まあ即時取得を主張するときですね。 何を言えばいいのかとでこれは、まあ、あの売買行ったと、まあ、すると、えー、その売買に基づいて引き渡しを受けたと、えー、この2つだけになりますよ、ね、あとはだってもうこれ全部推定規定ありますんでまあ割とですねあのこういった典型的な要件事実あのぬ抜けてる人もいますから要注意と。 あとは、あの6本を見れば大体書いてるようなこともですね、聞かれます。で、分かんなくなったら、これ、えっ、ー、と、10ページ、一番上。分かんないときにですね、なんか適当なことを言ってもどあのしょうがないんで、なんか条文あったなと思ったら、えー、6本を見てもいいですかっていうのは、一言断った上で、まあ、その上で、えー、6本を見て答えると。 あの変にあの自分の記憶だけでは答えようとするとですねなんか話があさっての方に行きますんで時間ばかりかかってあの逆にですねもったいないななことになりますであとですね、えー、ちょっと言っときたいところとしまして えーとちょっと私ですね、今回のこの年度で、えー、と9ページ、ちょっと見てください、えーと。9ページの5個目ですね、ちょっと今、あの私、ボールペンで指してますけれども、ダイブ・スペンサーの要件事実言ってくださいと。で、えー、A が B に債務を負っていること、債務の代わりに引き渡すことを訳したこと。 で、実際に引き渡しをしたこと。えー、この三つだと。で、まあちょっと二三のやりとりがありまして、えー、ここですね。大仏弁済主張するのに引き渡し、まだ言う必要あんのかと。で、はい、と。えー、大仏弁済を用物契約と考えているので引き渡しも必要だと。で、そしたら、 えー、主査がですねあ君はなるほどねそ,そっちの方の説で考えるのかとなるだったらそうなるよねと納得するんですけどもこれ厳密に言いきますと判例と違うんですよねで私はこれずっとあの30項で本あるじゃないですか多分皆さんも知ってると思いますけども私はずっとこれ30項で勉強してたんですよで30項で勉強してると、えー、この大仏弁済は容物契約なんだと、えー、だから要件事実として 引きまで言わないといけないんだというふうに書いてあるんですよねもうそれがたまなかったんで、えー、もうこうだと答えたんですよでもそうするこれ通説なんで口述試験の場としては、えー、これ適切ではないんですよねだから厳密にいくと、えー、これは間違いになっちゃうんですよ口述試験のあの基本的な発想からすると判例が正解なんでで、ただ、えー、ここで主査がですねあ、なるほどねというふうに納得して まあ、流れだけに間違いないのはここはですね、あの、マイナスになってないんですよ。で、なんでかっていうと、えー、ここで、あの、な、あの、なんでここで質問ですよ。質問としては、引き渡しまで言う必要なんであんのかというものに対して、ちゃんとここですね、大仏弁済を用物契約と考えているから、だから、引き渡しも要件になるんだって答えてます。要するに、 あの理由が正しいんですよつまり結論は判例と違いますよただその結論に行き着くまでのプロセスがロジカルですよね普通にでさらに通説の中にとどまっているとなのでこれ原点にならないわけですしたがいましてあの口述試験ですねあのもちろん一問一答で結論をまず聞かれますけどもで結論が判例と違った場合 なんでそう考えたって絶対聞かれますでその時に、えー、まあ通説なり何なりでロジカルな説明がくればああじゃあそういうふうな思考回路を経てここに行き着いたんだねってところでそれが収まりますんで、あのーまあ、理想はですね判例でちゃんと勉強するのが理想ですけどもあの意外とその辺のですね融通というか、あのー、正解の幅といいますかねそれが我の広めに設定されてますから。 あのそんなに判、ね、例なんだっけというふうにこう沈黙したりとか、すする必要はないです、はいえー、以上ですかね、まああの、一応今ここまでで、えー、と民事と刑事の両方とも、えー、と私の体験に基づいて、えー、こういうことをするべきだとかあのこういったところをです、ね、あの注意するべきだとかいろいろ話をしましたけども。 大体よろしいですかねあの、これから先の勉強法としては、えー、刑事も民事も共通で、えー、まずちゃんと条文ですね。まあ、それと、あ、特にあれですよ。あの、刑訴ですと、あの、令状のところとか、あと、公判前とか、まあ、いろいろありますけども、と,とにかくもう、典型的なところ、そこの、えー、条文、えー、それと判例、そこ必須です。あとは、えー、特にまあ、これは刑事ですけども、 刑事については捜査法のところですね、そこの、えー、ちょっと実務の吊れ使いを書いたような本、あの意外と本屋に行けば、ですね元検察官の書いてるあの基本書があの割と並んでますんであの、そういうのをさらっと見とくだけで、あの全然違います。あとは当日ですね、まあ、ちゃんと前の日によく寝て、体調を整えてということになりますね。 はいえー、じゃあちょっと、えー、少し時間をおっしちゃいましたけれども、えーと、私から伝えることは以上です。あの特に工、ま、場、あ、試験、本当にも緊張しますけれども、あの今、話をしたとおりあの、そこまでハードル高いわけじゃありませんから、かむしろ意外と低いですから、あの落ち着いてあの勉強すれば分かりますんであので、本当に最後まで頑張ってください。じゃあ、えー、と私からは以上です。どうもお疲れ様でした。